ついにやってまいりましたですね、たけしの思わず笑ってしまいましたパート3。まあ前回まではですね、火曜ワイドスペシャルの中でもローテーションの谷間だなんていう悪口を言われましてですね、ジャイアンツで言えば三浦じゃないかと三浦も韓国行ってしまいましたですね、まあそういうわけで今回はですね、もうすっかり、入団した水野ね、ヤクルトで言えば高野、そういう状態でございましてですね、やる前から期待されている。よく人は私のことを天才なんて言っておりますけども、私の場合はまあ 80% が努力でございましてですね、あとの 5320% は才能だとこういうように思っております。まあそういうわけで、1時間半でございますけども、じっくりと最後までお楽しみください。まあしかしですね、こうやって何ですか、漫才師と、まあいろんな仕事やってますけどもですね、最近テレビ局行きますとですね、一番嫌になっちゃうのはって、嬉しい反面嫌になっちゃうのは女ってのは図々しいですね。自分の感情がまともに出てしまうというね、現場現場やってもうコロッコロ変わっちゃうんですね。この間一番驚いたのはテレビ朝日の前ですね、こう歩いてきた女の子が来て、あ、たけしだたけしだって引きし出しちゃって、いただきますかーなんて、でしょうがないから一応気取って、ええで、まあ、こうやってかやーってなんて、たけちゃんまんのマーク書いてあるって、あってなって嬉しい、もう一生捨てませんなんてことで、たった一枚のし、こんな抱きしめたんやけど、そこへ郷ひろみが来たんだ、郷ひろみが。もらわなきゃよかったって、来てましたよ、この野郎と思って。そういう女がいるんですからね。まあ、あれですよ、だからよくこれから卒業式とか入学式ありますけどね、卒業式でもわざとらしい女がいてね、卒業式ブスに限って泣いたり、卒業したくないなんてね。で、何子さんって卒業してもいつまでもお友達でいましょうねとか、あくる日になったらでも何もしなくなっちゃったんやけど、そういうね、見え見えのやつがありますね、一番見え見えたのはこの女だったら、ミスユニバースなんて、必ず1位になったやつの泣き方がわざとらしくてね、今年度ミスユニバースやんと、スポットがと17番のと、17番てめえがつけたらもう分かるぞって後に見ましたんやけど、17番の木村英子さんですって、まだもう17番で分かったに見舞いしてなかった、あの辺の臭さがたまりませんね。この間のゴールデンアロー賞だって松坂慶子のわざとらしたね、ゴールデンアロー賞20周年記念最優秀賞はっつったらね、カメラが全部松坂慶子の前に待機して照明も全部松坂慶子なの、でも松坂慶子知らんぷりしてんこうやって、松坂慶子さんって、だってバカ野郎だって本当にね、わざとらしいんだよね。でもやっぱりテレビやってますとね、昔からわざとらしいわざとらしいって言ったのはありますけど、未だに時代劇ってのはわざとらしさありますよね。相変わらず時代劇ってわざとらしい、一番笑ったのは桃太郎侍なんだ、あれが分からないですね。一つこの世にはびきる鬼をなんてね、二つなんてみんな待ってるんだ、こうやって待ってるんだ、もう三つ言う前に切っちゃえばいいんだ、一つねえねえ二つねえんだ、三つここにもハゲがあるの、うん、わざとらしいんだ。それで出方だってわざとらしいからだ、般若のお面かぶって白い着物してどっから歩いてくんだって、あんな格好して外行ったら、ああ桃太郎侍って悪いじゃん、で出るとこったら必ず屏風の裏かなんかでね、海鮮丼屋の部屋の中の屏風なのに裏にずっと隠れてる、ほんで大名と海鮮丼屋ってお互い悪ですね、えっ、どうしてそういういいタイミングでいるんだそこに、言ったらね、あとよくわかんねえな、なんか水戸黄門かなんかお茶かなんかとったら手裏剣が飛んでくるとありますね、危ないって言ったら走りにスポーツの外どっから飛んできたかわかんないから、からかみ突き破って走りに刺さっちゃった、ものすごい腕ですかねこれが、ほいでそれにつけ踏みいかなかったのよって読むと、お前を殺すだってそれだけの腕やったら初めからここに刺せる、初めから刺せる、死んじゃうんだから、あれわざわざ走りさせて相手に警戒心を起こさせて逆に嫌いじゃんって言うね、わけわかんないんですね。あと昔の映画で一番わざとらしかったのね、小林旭さんの映画すごかったね、必ず悪いやつがね、地下室に女かなんかね、今度監禁しちゃったなんかして、ってね、口笛が聞こえたらこのね、口笛が、誰だ先生、でも地下室にね、口笛を聞こえさせると大変な口笛ですよ地下室であんなとこ締め切ったとこで口笛が聞こえた、口笛はもう隙間から入れ込まなきゃ、あんなもん吹いてるのが目回っちゃうんですからね。あと漫画だって読んでた昔あったのくだらないってみんな泣いて喜んでたの、巨人の星なんてくだらない、星ヒューマンに星一徹って頑固そうな名前つけちゃって、ね、変な長屋の屋根の上に登って太陽を背伸びてヒューマン頑張れてバカですよ、あれ。あとよくわかんないの、阪神なんとかの花形光、毛がこんな長いんですか、
野球選手でこんな長いけいないものこんな長いの帽子のひさしよりまだ長いんだこれ前から見ると横へこう出てるどっから見ると前へ出てるっていうどういう形質のとこ毛が動くのかこの野郎ってよくわかんないのあったらねあとね最近見た中でねあの怪獣映画でもキングコングってのもくだらないですよね変なねあの貿易センタービルの上に流っちゃってねジェット機かなんか掴んじゃったジェット機ものすごい速いんだそれ掴めちゃうんだこっち灰よりも全然速い灰だって掴めない絶対ビャビャってそれと同じ手でね女の子掴んだりなんかしたら女の子とジェット機同じ大きさなんだからどういう女なんだでかい女だからねなんだみんな陰ではそう呼んでるよだったらいいじゃないかあなたじゃあごちそうさまでした香りもいいのうんもうお腹いっぱいじゃあ行きます香りはい駅まで一緒に行こうあ行きましょう、うん、じゃあ僕もはいお父さんあんたヒロシハンカチ持ったのあっいけねはい忘れないで行ってきますはいを立てたのはいいけど、そのしわ寄せが大変だわ。あの人にももっと稼いでもらわなくちゃ。香織も来年は大学受験だし。さあ、お洗濯でもしよう。こんばんは。ドラマ評論家の倉本太一です、ただいま見ていただいたドラマでございますけどもよくあるですねよく TBS なんかやってあの見てみますと必ずああいうパターンのドラマありますねドラマと必ずあの朝の食事のシーンがあってお父さんが来て息子とか娘が出てきて遅れるわよというそういう会話の中で始まるというドラマ多いですけど今私みたいな評論家から言わせればですね、あまりにもリアルでないどこがリアルでないかと言いますと気がつかなかったと思いますけどねまずカメラ前に人がいないね、カメラがあるからこっち方に反対側に座っちゃうと邪魔でしょうがないって言うんでカメラ前に人を座らせないそしてですね、ご飯を食べないあんな短い時間ではご飯が食べられないもんだから食べてるふりをするだけというみっともないパターンですねそしてご飯を食べないからセリフがはっきりして一人一人被らないセリフがハンカチ持ってんのなんてわざわざあの相手のハンカチを持ってるのに聞くというわざとらしいことですね子供を持ってない当たり前に持ってないの分かってて聞いてるわけですからそれを改めてハンカチをどうぞと渡してやるという臭いパターンそして最後にですね、お母さん一人になってですね家の状態を客に説明しているというねなんとローンがあるとかですね子供ももうちょっとで大学だそんなことをね独り言と言うことはない、それではですねリアルなドラマとは一体どういうものか今の同じ設定で同じセリフで、ねこのようにやってみました見てくださいぐらいなさいよ。あとは何？いただきます。いただきます。言ったのちゃんと。順番から自分のところで作れよお前。買ってきたばっかりだ。スーパーのあそこなかなか美味しい。新しいの。もうファミリーを取ってお前。長島がまたダメだこれお前。早く食べないと遅刻するわよ。分かるよ。早く。こっちですよ、まだ早かった食わねえじゃん、こっち出せよ行けんか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 よ食べてお前、どこ行ってんの、この野郎ちょっとすごいっぱいやもんちょっとお前、怒られるわ
あんたもほら食べてる間に怒られるわよ。怒られてんだこの野郎。何ですか。怒られてんだよ。あ？怒られんだよ学校に。いつまでも食べてんじゃん。ほら早く行きな。怒られんだろ。あんたなんかやるのかこれ。行きます。わかるか。俺も行くよ、俺も。あんたほら、忘れんじゃないの。なんだよ。ちょっともう、見た目すまさぐっても。今日帰れないの？なに？帰れないよ。もういいわよ。次はですね、先ほどのドラマの続きを見ていただきましょう。どうぞ。ただいま。おかえりなさい。早かったね。うん。仕事早く終わったもんだから。お風呂にします？それともお食事？そう、ご飯にしようか。はい。ビール冷えてんのよ。あ、珍しいね。たまには洋食もね。はい、どうぞ。疲れたでしょ。お前も一杯どうだ。そうね、たまにはいいじゃないか。ですね、もうあの皆さんもあのおかしいなっていうのを気がついたと思いますけどね、かみさんが迎えに出てくる、どこの家庭でも迎えに出てくると、これ新婚だけで迎えに出てくるのは、うちなんか寝てますからほとんど、うん、鍵は自分で開けて勝手にあのあれですよ、寝るだけなんですけど、迎えに出てくる、うん、そして酒の用意がしてある、酒出せないって言ったら飲んできたんでしょうとかですね、いつも飲んでて、なんでまたうちまで飲めないって言ったら、トインってね、ゲスばった人だとかいろんなことやってるわけですよ、うん、これをリアルにやるとどうなるか、ちょっと見ていただきましょうか。ただいま。ただいま。俺の声が聞こえねえんだよ。うまかったね。ご飯。食べてきたんでしょ。たまにはうちで食うよ。よ。玄関のとこ置いてあるあの寿司の桶なんだあれ。うん。お母さん来たからさ。これがちょっと。俺が苦労して働いて、お前の親子はあれかテレビ見て寿司食ってんのか。よくそういうことが平気でできるよね。なんかつまみねえのか。なんだこれ。亭主が帰っていってつまみが珍味かこれ。あ？おい、風呂入れ風呂。抜いちゃったよ。嬉しくて悲しいですね。身につまされるという感じがしないでもないですけど、今のパターンね。いよいよですね、このドラマ最終回ですね、最終シーンを見ていただきましょうか。遅いわね、香織。もう11時よ。なんかあったんじゃないかしら。駅まで迎えに行ってこようかしら。いや
で遅くなるって言ったじゃない。電話ぐらいしなさい。何よ、何私が迷惑かけたのよ。やだ、かおり。母さん、いいから父さんに任せなさい。かおり、父さんだ。話すことなんてないわ。お前が何をしようと構わない。お前のことを信じているから。香織、あなたの好きなロールキャベツ作ってあるのよ。さあ香織、あったかいうちに食べなさい。ごめんね。なんだ、いただきます。こうやって一つ一つね、大人なんだね。お父さんも食おうかな。あ、お父さんさっき食べたじゃありませんか。あ、そうだったっけ。これは参ったな。いましたでしょうかね、今のパターンね。もうああなっちゃうとなんか一人で暴れたくなりますけどね。本当にあまり不甲斐ないんで。そういうわけで今で何がおかしいかって、もうほとんど気がついて、完璧に気がついていると思いますが、まず水道の水滴の音が聞こえる。東京の家庭でですね、あの夜11時にですよ、水の音が聞こえるような家庭はないんですから。大抵暴走族が通ったりですね、うるせえってしょうがない酔っ払いが騒いだりなんかしてて、ガー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 うるさい。それを水滴の音がペタンペタン入れてるってのが臭いでしょ。そして娘の事件を簡単に解決してしまう。ね、お父さんがですね、娘の部屋に参って、お前を信用しているかって。今のガキはそんなこと出てくるわけないんですから。今のガキはですね、気になかったら1週間でも2週間でも出てこないんです。逆になぜ来たのって怒られたりなんか。それをまたお母さんがロールキャベツで釣るというね、犬じゃないんですか。相手は普通の高校生の娘、高校3年の娘をロールキャベツで1個で解決できたらですね、校内暴力がなくなっちゃう。わざとらしい。そして最後に家族団らんて、お互いに、打ち解けた雰囲気を出そうというためにただ笑っているという。夜中の11時過ぎにですね、ロールズキャベツを食べさせて親子3人で笑っている。気持ち悪い風ですからね。それを何気なくやってしまうってほっこないですね。じゃあですね、この部分を全部解決したですね、リアルの部分を見ていただきましょうか。どうぞ。遅いわね、香織ったら。遅いじゃねえよ、やろう。おめえがいけねえんじゃねえか、教育が。え、何だと思ってんだ今。子供がだいたい飛行に走るのはね、親を尊敬できない、お父さんを尊敬できないとか言ってんだよ。バカなこと言ってんじゃねえ。一番教育がお前じゃねえか。言ってんだよ、お前。だからしねえから。酔っ払って帰ってきて、そんなの見てていい子になるわけじゃないでしょ。お母さんと二人で寿司ばっかし食ってやるからこういうことになんじゃねえか。あんなもん子供だと思ってねえよ、俺。聞いてあげたことがあるの。誰の子供だったか分かるしねえんだよ。俺は覗いてばっかり。冗談じゃねえ、やろう。かおり、遅いじゃないの。ちょっとどうして電話ぐらいしないの。ほら、やろう。遅くなるって言ってるでしょ。こっちいらっしゃい。何だと思ってんだ、お前。話がない。言うならだからな、大人じゃねえんだぞ、この野郎。知ってるよ。ちょっと、暴力はやめなさい。暴力じゃないの、あの。ねちょっと、何よ、あんた。あんた男でも取ったのか、てめえは。そうだよね。そうだよ、ね。自分てめえも責めるだ、これ。いや、そうだよ。お父さん。何だと思ってんだ。子供が金で配ってた。
遊ばせてもらうよ。帰ろ、慌てるんじゃねえや川端軍事。巻き組の親御さん、お待たせしております。てめえ、いつ部署出てきたんで。竹次郎さん、いつ税務署か。今地獄から帰ってまいりました。了解。たっぷり遊ばせていただきます。ああ、どうぞどうぞ、たっぷり遊んでくんね。おい鶴、遊ばしてやんな。あら、いやー、かわいい。りゃんこちゃん。どれ、面白い。なかなか見せて、やってみて。やってみて、やってみて。いやー、面白いなー。竹次郎さん、こいつはうちへ帰ってやってもらってる。竹次郎さんもようこだすね。ようこだすね。あ、どちらともあった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 、入ります。見事だ。さあ、入んよ。よし、あったあった。超おや、竹次郎さん、あんた一人が超とはいい度胸じゃねえか。これで超なら、この金は全部足のもんでございますね。ちもろん。お寺さんもようですね。そう。超だ。この金はいただくぜ。待った、竹次郎さん。超とは言ったが、アゲハとは言ってねえ。アゲハ超と言わなきゃもらえねえのかい。そうだ。汚ねえ野郎だ。ピコラ、死んでもらいます。なんだてめえら、どこで海を飲むんだ。いや、殺しに組の名前言えねえのか。ねえ、最後の秘密だ。わからねえな。やろう、やろう。大丈夫ですか。大したことございません。早く手当てしなくて大変。うちはすぐそばですから、どうぞうちへいらして。いや、お嬢さん、その前に。その前に。え、その前に。その前に。へいしていい。さあ、どうぞ。どうぞ。汚いうちですけど、どうぞお上がりください。草履脱がなきゃいけないんですか。え、とりあえず、あの、どうぞ。お父ちゃん、お父ちゃん。どうなった客人。これは藤原の親分さん、ご無沙汰しております。確か客人は、清さんとかしてたの。、うん、まあ何もねえけども、ゆっくりしてってくれよ。ありがとうございます。汚いうちでしょ。父は生き方が下手な人で、いまだに義理だ人情だって。それでも昔は藤原組といえば関東一円に鳴り響いた組だったんですけどね。それが今じゃこの様だ。持ってた島もみんな巻組に取られちゃって、古文集もみんな巻組に寝返っちゃったんですよ。私を途中で狙ったのも巻組のやつに違いありません。親分、こんなことされて黙っているんですかい。どうもしょうがねえな。もしも一体どうした。巻き組のやつらに。ああ、竹次郎さん、あっしが死んでも戦場の場にクリスマスだけは許してくれ。親分、
徳次郎さん。おやぶ徳次郎さん、ダメだダメ、カットカットカット、全然セリフが違ったじゃないですか。最後のセリフ覚えてるでしょ。メリークリスマスミスターローレンス。メリークリスマスミスターローレンス。オッケー最高。何やらせんだ。戦場のメリークリスマス5月28日日本公開、どうぞよろしく。1989三振、はい、シーン、カット589、うん、意外ドンバッ役者がいねえじゃん。私誰だと思ってんだ。え、菅野映画祭じゃ黒沢か大島かって言われてんだよ。それ私がなんで役者が来る前にこっち座ってるのか。あと君たちは役者を呼んでセッティングして立て監督どうぞ、そういうあれだろ。ダメよ。だからあの全部セットしたらあの坂本ちゃんを呼ぶから。何も呼びに行く前に来なくたっていいんだから。帰ります。いやあのほら椅子セット。座って。立ち位置決めて。
坂本ちゃったらどうなるか後ろが青い、すごい、突き抜けるような青空、今雲あるけど、あと雲抜けたら本番やけど、突き抜けるような青空のとこに坂本龍一が立って、女を待ってる、どこだ、君らどこだっすか、そこか、ここ、はい、決まりました、これ、はい、ここかな、ここかな、ここだ、ここだ、ここだ、10円あった、10円その意味どうなんかな、どうなんかな、あの後ろから声かける、次君、それだけ、うん、おいね坂本怖いかな、はい、雲橋、雲いか、はい、よーはい、雲いか、ダッ、さっ、いい天気ですね、監督ガッなんで雲取ってんのこの野郎、これつながり、振り返り一発だね、はい、よっ、はい、はい、女優さん呼んで、女優さん、誰がおでん屋のお母さん呼べてたのあの大島プロでは一番若いです、大島プロで一番若い、これ誰のタレントいんだろう、ね、淡谷のり子とかね、浦部あの浦部君の子とかね、じゃ一番若いからまあいいまあいい、まあ、19だ明治19年生まれの間違いないんだろ、分かってます、小山さんいいですか、坂本君がいる、あなたのお父さんはお医者さんです、お医者さんで、養子にもらったんです、要するに、それでお医者さんが9000万円の家を建ててもらって立場的に非常に強い、でもこっちはフィリピンに彼女がいるだから薄々あのこの人は浮気してんだろうと思いながらも近づいてくる、こっちからどうぞ、坂本ちゃん今までの演技で十分ですから、声かけたら何気なく、あ今まであのフィリピンのあのフィーフィー、うん、フィーフィーじゃない、あれを思い出を浮かべてる、あれを思い出、パッとこうやって、ほっ、あのこれ踊り方ちょっと違うよ、さっきリハーサル、はい、リハーサル、オッケー、よし、いちいち何なんだ君は、よい、はい、はい、あなた、クラブの女とまだ付き合ってるんで、いい。今までフィリピンの女を思い出したときに、急にクラブの女と言ったときに、ほっ、あの女のこと言われちゃった。こういうね、この時はもっと難しい。この時ちょっとリハーサル。はい。セリフ今と同じから、その先まで続けた。よーい、ダッ。クラブ。とぼけないでよ。ダロトンガから出てきた女よ。ギグ。カッ。そのギグはね、もうちょっと通りてきますか、うん、あのクラブの女とは気がついても、ラロトンゴから来た女とは知らなかったんじゃないかなっていうのを神さんに急に言われたんで、ほらダメ押しですから、これ、はい、三段逆スライド方式2倍法廷、本番行きますか、本番シューティング、シューティングジョニー君、よーいダッダクラブ、とぼけないでよ、ラロトンガから出てきた女よ、ギグギグギグ、さあ今3回やったらギグを、これを3段逆スライドをしますさあ、雨が変わります、はい、アイラブシーンカット2、今度は俯瞰から、俯瞰、はい、俯瞰から股間にかけて、股間にかけて、はい、それで抱きしめる、うん、どこまで抱きしめる、よいガッ、こっから監督と交代は調子乗ってる、thank you.
おい、八曲署捜査一課ロッキーか。何？うん、よし、わかった。このまま尾行を続けてくれ。ボス、ホシが割れたんです。いや、ホシという確証はない。ボス、ロッキーしてるで大丈夫さ。俺、応援に行きましょうか。いや、もうちょっと様子を見よう。また連絡あるはずだ。くそ、なかなか尻尾を出さねえな。焦るな。焦ったら奴らの思うつぼだぞ。いっちゃん。はい。お茶くれ。はい。はい、捜査一課。ボス、ロッキーです。はい。何？港へ向かった？そうか。いよいよ動き出したわ。ロッキー、クイズな。ボス。奴らの方が焦り出したぞ。港へ行ったということは、いよいよ取引ってことですね。いや、わからんな。我々の尾行に気がついて、カモフラージュしてるのかもしれない。ロッキー、うまくやってくれよ。心配ないよ、殿下。そう、あいつならきっとうまくやるよ。ロッキーか。何？どうか間違いないな。よし、応援送る。ボス、取引相手が現れたのだ。取引ってのはやっぱりヤクですか？それ以外考えられるんだろう。ボス、いよいよ踏み込みますか？待ってよ、罠かもしれんな。罠？港に我々をおびき寄せておいて別の場所で取引をする、そういうことも考えられる。そういえば我々の動きに対して驚くほど不用心を装ってる節があるな。もし相談すると、ロッキーが罠にはまったことに。ボス、なんかいいか、現場に直行してくれ。わかりました。どうもこんばんは。刑事ドラマ評論家の間宮倫三です。そういうわけで、ただいま見てもらったいつものパターンでございますね。刑事ドラマ、相変わらずですね、出演者がわざとらしい顔しておりますね。なんかこの世の終わりみたいな顔してですね、真剣に事件に取り組んでる。まあドラマというものはあくまでもフィクションですから、フィクションなりにやるのは構わないんですけど、どうも私みたいな評論家が見ますとですね、非常にですね、目につく点が多い。ところで、そこで今日はですね、その目につくところを改めて指摘してですね、もう一度刑事ドラマを考え直してみようということを考えております。例えば、今のシーンですね、見ていただきましょうか。まず、ざっとさらってもですね、これだけの疑問点がパッと目につきますね。まずいきなりボスの電話、ボスがですね、必ず電話出ますね。これが事件のきっかけになっておりましてですね、何、この何がきっかけですね。何というと、今まで仕事したやつが全員ボスの前に集まるという、中には手をついたりなんかしてて、いきなり始まっちゃうですね。だから完璧なセリフ割り、これはですね、ボスの前に集まったですね、各刑事さんのですね、セリフなんですけども、一人で言っても構わないのに、なぜこれだけ細かく分けるかというと、この細かく割ることによってですね、その刑事さんの性格を表すね、一言言うたびに、あ、この人はこういう刑事なんだなというか、改めてまた事件をもう一回紹介するとか、そういうことですね。それから事件が必ず一つか起こらない、これは面白いですね。事件を解決するとかしないとかじゃないんです。何、事件っていうと今までの事件が全部なくなっちゃってですね、今まで担当の事件が全部忘れちゃって、その事件にみんな全員が集合してしまうという、よくわからないですね。だから新しい電話が入った瞬間に今までの事件が全部迷宮入りになってしまうということです。それから必ずああいうとこには必ずお着見えますね。テレビの場合は必ず綺麗な女の子です。よくあの子があんなとこに勤めてるなっていうようなわけのわからない女、いかにも事務所の圧力で入れたようなんですね。なんか倉田真理子みたいなのがいるんですね。不思議ですね。大体ああいうとこで働いたら汚いばあさんだと思いますけどね。そういうことをですね、考えてですね、もう一度リアルなパターンだったらどうなるか見ていただきましょう。はい、八幡割署捜査一課、ロッキーか。何？よし、わかった。今のビッグ今ロッキーから電話入ったぞ。ちょっと待ってください。それで？なんだ、何みたいな。映画？ああ、いいよ。何？南極物語。ああ、俺見てないんだ、まだ。何分から？ああ、本から。30分しかねえな。それじゃ俺すぐ行くか。ボス、デートの約束遅れちゃうんだ。ボス。実は、
今日子供の運動会なんです。だから入りさせてもらいます。ボス、茅ヶ崎でウィンドサーフィンの大会があるんで行ってきます。はい、捜査一課。うん、うん、ボス、長時間です。おい、出前カツ丼って言ったろ、この野郎。なんだ安い方って、この野郎。どうだよ、たくあんつけろよ。はい、ロキか。今誰もいねえんだよ、一人でやってくれ。みっちゃん、お茶。はお茶だよ。またお茶ですか。ダメだったんですか。まあね、リアルになったらああなってしまうんですよね。まあしょうがないでしょう。さてですね、次のシーンを見てください。おい、みんな、今日から一人新人が配属された。紹介しとこう。おい、失礼します。はじめまして、今度八曲町へ配属されました菅原博史です。よろしく。俺はスニーカーだ。よろしくな。俺は殿下だ。よろしく。俺は通称山さん。君はいつもこんな格好してんのか。あ、ボス、こいつのあだ名決まりましたよ。ベストってのはどうです。よし、みんなベストと言えばな。よろしくな、ベスト。はい、もうすっかりお分かりだと思いますけどもね、特に名前の部分なんですけども、殿下、スニーカー、ベスト、ベスト着てるからいきなりベスト、もう安直な名前の付け方でございましてですね、なんていうんですか、刑事さんのもあのかっこよさね、それで名前がスニーカー刑事、あの辺が臭いですね。どう考えたってあんな刑事さんばっかりいるわけじゃない。中には中年のヨレヨレのですね、竹ちゃん刑事とか7いるわけではないですね。リアルな場合はこうなりますから見てください。おい、みんな、今日から新人が一人配属されたから紹介しとこうか。おい、はじめまして、まずは黒左衛門です。俺は中村、通称長靴だ。よろしく。俺は鈴木だ、ボテバラって呼んでくれや。俺は佐藤、スズメってんだ。あ、よろしく。こいつの頭決まりました。そうなるとどうすか。よーし、今からみんな、そうなるって言おう。あ、そうなる、よろしくな。というわけでございましてですね、ちょっと思想の愚刑事ってのはやりすぎだと思いますけど、それいかにもやりすぎですけども、とにかくあんなもんじゃないでしょうかね。刑事ドラマでよく目につくのは、刑事さんがですね、調べに地方へ行くって場合ありますね。でその地方へ行くんですけど、その地方へ行ったどこへ行ったかっていうのを見せるためにですね、青森かなんか行きますと、わざとねぶた祭りのシーズンに行ったりなんかしましてですね、博多行くと博多どんたくろ、なんかそのお祭りやってるシーズンに必ずですね、その刑事さんが偶然行ったりなんかしますね。そうするとねぶた祭りはちょっと、あ、青森なんだなっていうのを見せるってわざとらしいですね。で駅前でなぜか温泉まんじゅうの有名なの買ったりなんかしましてね、食いたくもねえの買ったりなんかして、あ、そうすると地方のそのまんじゅう会社とサイアップしたりなんかして、いきなりアップでまんじゅう抜いたりなんかして、臭いことをやってますね。これで青森だって都会なのにわざわざ地方へ行ったってことを見せるために、非常に田舎のですね、駐在、山のふもとの駐在さんのとこなんか訪ねていったりなんかしますので、必ず駐在さんがいないんです。で駐在さんがいないんでどうしてるかなと思うと、急に帰ってくる自転車で、つやついて、それで東京から来た刑事なんですけどなんて言うと、県警から来てます、まあ入ってくださいなんて言って、必ず扇風機つけますね。あれは必ずクーラーがない、ついですねなんて言うとですね、すいませんけどこの人知りませんかって写真見せるとですね、その駐在さんは全然知らねえなこんなのやなんて言って、その声を聞きつけたおばさんが、必ず夫婦でいましてですね、おばさんが出てくるんですね。ちょっと見せてごらんってわざと写真撮っちゃったり、川西村の軍兵さんだなんて急に分かったりなんかした、言われると、ああそうだって今まで知られてたら急に分かっちゃったりなんかするという新しいシーンがありますね。そのシーンをちょっと見てください。
ごめんください、ごめんください。仲良ですか。あ、どうも、はじめまして。私、東京から来ました小木島と申します。あ、東京の記事なんですか。はい。あの、鳥取県警から連絡入っております。あ、そうですか。入ってください。ちょっと、あ、失礼します。いや、暑いですけど、扇風機壊れちゃって。今座ってください。はい、失礼します。これ、すいません。何ですか。あ、実はですね、この男なんですが、ご存知ありませんか。実際は写真より3つか4つ若く見えるそうなんですが。17ぐらいですか。いえいえ、55、6なんですが。ご存知ありませんか。見たことないですけどね。そうですか。あれ、いらっしゃいまし。お邪魔してます。あの、かかです。今冷たい麦茶でも。あ、すいません。ゆみこ、お前、この人知らないか。知らないと思いますよ。あら、何行くの。この人、川西村の敏夫さんでないかい。敏夫、お前は敏夫か。ほら、鼻の横のとこにあるこの傷、ほれ、河原で転んでほら。俺が助けたやつじゃねえか、本当に。間違いありませんか。敏夫です、敏夫です、敏夫です。すいませんね、この人、暑さに弱いもんで。一緒に行こうかな。敏夫さんですが、今。いや、敏夫はあれ、10年前だったんですかね。8年前だわ。のう。いつもこんな調子なんだ。いや、ダメ、あの、文章に言わないでように一つね。あ、そうか。あの、8年です、うん、で、いなくなっちゃったんですけど、はい、そこ行ってましてね、行ってこの左曲がったところに、はい、あの、親類がいるんですよ、敏夫の。はい、連絡でも来てるんじゃないですか。早速行ってみます。いや、あの、もしあれだったらですね、自転車使って結構ですよ。あ、すいません、お願いします。左ですから。はい。で、柿の木があって、そこの男のお米ババっていうのに聞いてみれば分かりますよ。あれ、遅いから、この、行っちゃったじゃねえか。二つかの日じゃねえか。いい男だってね。いい背広着て閉めろ、そこ。見せじめ。いやな。ギターねえって。何やろ、やめろ。ったくお前よ、ダメだ、引っ張っちゃう。おり、早く。そこは半分だもん。はい、なかなかいい芝居だったと思いますけどね。よく、あの、砂の器なんか見ましたのと同じようなシーンがありましたですね。ああいう感動的なシーンですね。よくあるんです。それから、あの、刑事もんではよく張り込みなんてのありましてね。あと追跡とかですね。これもですね、誰が刑事だかすぐ分かってしまうってありますね。あの、成田空港かなんかで張り込みのシーンで、なんか成田の国際線のですね、ロビーにですね、半端の親方みたいな格好して新聞読んでたりなんかすると、あいつは刑事じゃないかって呼ばれたりなんかしてですね。これが時代劇だとですね、追跡する女がいたりなんかして派手な着物を着てですね、アメリカ傘かぶって三味線持ってたりなんかしましてですね、あ、絶対あいつだけなんか隠密だなとすぐバレたりですね、なぜか小無双の格好して待ち合わせたりなんかするという、そういう私とらしいですね、シーンがよく見かけられますけども、これからいよいよドラマの佳境です、追跡シーン見てください。Hey!
さてですね、今みたいになっちゃうともう呆れ切っちゃいますね。なぜかと言いますと、これはもうお分かりだと思いますが、まずシーンの頭が街中ですね。街中、そして追っかけた瞬間にいきなりもう工事現場に出てしまうというですね。あれは多分新宿の街だと思いますが、新宿の街の近くに工事現場なんかあるわけないんですから、あんな広いとこが。それをいきなりたった10秒ぐらいで出てしまうというね。よくだから工事現場じゃなくて土手っぷちだと、あ、この車を燃やしたり転覆させたりなんかするなという、よく西部警察のパターンでございましてね。この間見ました西部警察なんてのは広島ロケなんてのやりましてね、広島のロケで都電にですね、犯人がですね、運転手に脅かしてて都電を走らせてる。その後ですね、パトカーが追っかけてる。パトカーの中で犯人は一体どこへ行くんでしょうって、都電は行くとこ決まってるという、わざとらしいシーンが、線路の上走ってどこ行くわけないんだから、あ、危ないって車避けたりなんかしまして、軌道の上走ってるものをですね、パトカーがわざわざ近づいて危ないで避けたりなんかするというよく分かんないシーンがありましたですね。それでですね、犯人が逃げ込む場所としてはベスト3とかベスト4ありますけど、港、倉庫、土手、ビルの屋上、これはどうしてですね、そういうところで やらなきゃいけないかというと、街中のロケが大変なんです。もうとにかくガキやなんかが映っちゃってしょうがない。この間のシーンなんか新宿で打ち合いのシーンがありましてですね、刑事さんがパトカーの陰で隠れたりなんかして、もうすぐ目の前で打ち合いやってるのに通行人が指くわえて見せたりなんかして、何だなって書いて、それが映っちゃったりなんかして、中には色紙持ってるやつが映っちゃったりなんかして、よくわからないシーンがあったりなんかして、そういうことを防ぐためにですね、こういうところでやってるわけですね。まあそういうわけでございましてですね、まあ次のシーンを見てください。そういうわけで、犯人がですね、わざわざ食事をしてる家庭にですね、逃げ込むっていうのはわざとらしかったんですけども、私のさっきの解説もちょっと失敗したことがありましてですね、お詫びしておきましょうか。先ほどの解説での広島の市電をですね、都電と言ってしまったと、何人気がついたかよく分かりませんけどもですね、これをそのまま放送してしまうと、なんか読売新聞とか朝日新聞にですね、投書するバカがいますそのフォローまでしなきゃいけないって、これもまたわざとらしいというね、悪循環でございますな。さて今の部分ですが、刑事さんがですね、犯人が車で逃げた後、すぐタクシーが来る。なかなかタクシーってものは来ないもんだからあれて、特に深夜なんかですね、赤坂と六本木を多く吸ってですね、お金稼ぐ悪い運転手もいっぱいいるようなもんでですね、ちょっと手を挙げたまま引かれちゃったりなんかするというね、それがわざわざ止まってくるっていうのも怪しいもんだからです。そしてタクシー乗ってですね、すぐ追っかけてもですね、いくら追っかけてもですね、その、なんつうんですかね、追いつくってこともありえないことだしですね、交通混んでるんですか。そしてですね、すぐタクシーから飛び降りてですね、お金払わないっていうのは大抵ありますね。よく見ると大抵金払ってませんね。で、タクシーの運転手は何事もなかったようにそのまま行ってしまう。普通はですね、刑事さんが自分の車に乗ってですよ、車を追っかけたら、それは追っかけて興味本位でですね、いつまで経ったって刑事さんのそばから離れませんよ、普通の運転手さんってのは。どうしたんですか、どこ行くんですかって言ってね、次の仕事を忘れてしまうのにさっさと行ってしまうってのはおかしいもんで、大抵は車拾えなくてですね、刑事さんがそのまま帰ってしまうパターンが多いんですけども、その部分をですね、いよいよ結末ですか、リアルにやってみました。見てください。実にあっけない結末になってしまいましたですけどもね、とにかくよくはっきり言えばテレビドラマで1時間で問題が解決するわけないんですから、それだけの本でございまして、まあこんなことばかり知ってますとですね、石原プロダクションに怒られたりなんかしますけども、まだまだですね
実に腹立たしいってのありますよ、ドラマで。例えば、役者の場合なんですけどね。いつまでやってんだ。ちょっと、ちょっと待って、何ですか。男性の容疑なんだ。ガチで。うん、やろう。こんばんは。数々の話題を呼んでおります超能力の世界、今夜は超能力研究家として有名な北野悪霊先生にスタジオにお入れいただきました。ついてますね。ついてます。ちょっと待ってね。四角い、なんだろう、プラスチック麻雀おやりですか？やりますが、麻雀のパイから血が出てますね。だいぶおやりになりますか？わっ、森光子さんの霊が頭からおなしに押してますね。最近こうなることないですか？それは森さんです。ああ、そうですか。で、この辺が痛くなるとこないですか？ちょっとこっちの歯が痛い。これは梅雨霊と言いまして殴ってますね。はい、わっ、頭が危ないですね。そうです。山川霊がついてます。はい、つい先頃ですか、恐れ山に先生は行かれたということなんですか？はい、日本ではですね、その霊を呼ぶということで恐れ山のいた子さんという、まあ、はい、我々一般的に言えば超能力なんですけども、そこに行ってきましてですね、数々の霊をこう呼んでもらったんですけども、はい、まあテレビでですね、これだけの数の霊を呼んだっていうのは過去にないことじゃないかと思いますね。はい、それでいきます。麻雀から野球賭博の霊が出てきました。まずその模様から VTR でご覧いただきます。東北本線恐れ駅で霊媒線に乗り換えて3つ目の駅、そこからさらにバスに揺られること45分、ここは恐れ山です。先生、なんかひんやりした感じなんですけども、はい、おっとおっいますね。かなりこちらは霊が動いてるということで有名なところでございましてですね、こちらは霊場といいましてですね、はい、あちらにいらっしゃいますいた子の方ですか、ね、はい、あの方かなりこの霊場でですね、はい、いた子をやってる方で、まあ、有名な方ですけども、ちょっと行ってみましょう。はい、すいません、先生、いた子のいた子のいた郎の流れを組むいた子の鶴太郎さんという、はい、こちらでもう35年いた子をやっております、はい、ここで、では霊を呼び出していただくことができるんでしょうか？時間がかかる場合があるんですけども、体調によってですね、はい、あっさりこう霊が降りてくる場合もあるし、2時間やってもダメな時ありますけど、ちょっとなんかやってみますか？はい、小森和子さん、お願いします。簡単に入りますね。はい、だいぶ苦しいです。みなちゃん、こんばんは。こ小森なの。おっぱお化けちゃまよ。おばちゃまやはりですね、ジェームス・ディーンちゃんと、小森和子さんってのはまだ死んでないんじゃないですか？できたことがとってもそうですね。まだ生きてますね。はい、やっぱり亡くなって、やっぱりココちゃんも一緒におばちゃまと誰の霊が降りちゃったのればいいなとおばちゃま思ってるんですけども、やっぱりマンチおばちゃまとマンチはい、三途の川田を選択をする。先ほどの方と違いまして、こちらはですね、いた子歴が95年でございます。今まで霊を呼んだ数っていうのはもう2万以上の霊をですね、どんな方でも呼んでおりますので、はい、誰か外人の方と例えば、まあ、外人の方を呼んだこともあるんじゃないですか？はい、ちょっと聞いてみましょうか。どなたがいいですか？そうですね、マリリン・モンローさん。先生、おばあちゃん、マリリン・モンローの霊呼びますか？はい、もちろんです。マリリン・モンロー大丈夫ですか？はい、お願いします。ナム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 、お化けちゃん、サイの河原で石積んで、ナム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 、私、マリリン・モンローや。わかりました、入る。マリリン・モンローだって言ってますけど、でもなんか日本語ですね。ああ、名前、英語でお願いします。英語で、英語でお願いします。テレビ、ラジオ、ライスカレー、ウォーター、
なんか英語の単語並べてるような感じしますね。そうですね。向こう行きましょう、とにかく。はい。パー。はぁ。ご覧いただけましたでしょうか。とにかく外人の霊まで呼び出してしまうイタコがいるというのはこれはちょっと驚きなんですけど。そうですね、イタコの方がマリリン・モンローの霊を呼んだ時にですね、皆さん私がマリリン・モンローですと日本語で言ってしまった。これが非常にですね、マリリン・モンローの霊が日本びいきだということを表してですね、非常に怖いです。はい。霊の問題の中で特にそのよく具体的に出てくるものが心霊写真というものなんですけども、写真はこれですね。これが視聴者の方から送られてきた。ちょっと待ってください。霊写真なわけですけど、この点線の部分ですね。はい。こちら、あ、これ見えますか、ヘルメットですね、これ、はい、ヘルメットにランニング、まあ工事の関係の方だと思うんですけども、この人が、これは多分ですね、工事現場かなんかで事故で死んでしまったんですよね。それで遺族とか、ここだに、はい、何ですか、ああ来てますね、霊がですね伴わないままにですね浮遊しているということで、その浮遊したところにですねこの方が現れて写真を撮った場合ここに写ってしまったという、まあ典型的な例ですね。はい。それではですね、この写真を送ってくださった方がスタジオに、ちょっとお入りください。はいはい。おかしいんですよね。いやね、俺が写った時はねこいつはここにいなかったんですよね。なんで写ったのかな。あんたがここで写した時に、そうそうそう、 この人がこいつがね写っちゃったんですよ。いなかったんですか。そうそうそう。じゃあこちらがあなたで、こっちが心霊写真ですか。そうそうそう。いいかげんなこと言うな、この野郎。恥かかせんな、この野郎。かしいんだよな。まあそういう例もありますけどもね、これほど強く心霊写真が出た場合珍しいですね。それでは続きましてですね、霊が飛び交うという不思議な場所に皆さんご案内したいと思うんです。ご覧ください。霊魂の存在を信じるか信じないか、それは各人の自由ではあるが、科学万能のこの現代において、ここ秋田県は北の村に古くからある横沢中学校の夜間部では、毎夜毎夜今もなお不気味な霊が飛び交い人々を恐れさせている。夜ごと飛び交うこの不気味な霊を信じますか。起立。ない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 。いかがでしたでしょうか。夜ごと夜ごと飛び交う霊、これでもあなたは霊の存在を信じませんか。それでは最後にこの超能力の集大成ともいうべき、超能力少年をご紹介したいと思います。何でもぐにゃっと曲げてしまうという関本少年です。この子の場合はですね、はい、僕が知り合いから紹介された子なんですけども、テレビを見てて真似してしまったらですね、いつの間にか曲がってて、両親が非常に驚きましてですね、私が行ってみたんですけども、まあ勉強部屋でやってもらいました。確かに曲がりますね。これ理由はまあ一言で言えば超能力なんですけども、まあその辺のところがねどういうことなんだか今一つですね、はい、研究課題ですね。ではちょっとやってもらいましょうかね。はい。坊や、じゃあちょっとお願いします。はい、どうぞ。曲がれ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 、えい。ダメみたいですね。私が見た時は坊やの勉強部屋で鉄パイプまで曲げてしまったんですけどもね。ああ、ちょっとあれですね、やはり明かりとかそういう関係か分からないですね。それからまあ知らない人が周りにいっぱいいるというのも上がってるのかもしれないですね。まあそうでしょうね。じゃあもう一回だけ、はい、まあ坊やもう一回だけお願いします。曲がれ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 、えい。ちょっと曲がってますか。曲がってないですか。ダメですね。まあ子供ですからね、逆に言えばですね、はい、こういうところに出てきて曲げてしまったのが逆に言えばトリック臭いっていうこともありますしね。他のテレビ局でよく必ず曲げてしまうっていうのはどうも怪しいもんで、できる時とできない時があるというのがまた超能力のですね凄さだと思いますね。まあ、それが本当らしいといえばね、本当らしいです、ね。坊や、ありがとう。
ね、どうもありがとう。失敗だったんですね。やっぱり曲がらなかったですね。やはりそれは生だからでしょうね。どうもありがとうございました。まさに失礼しました。今夜の超能力の世界は北野悪霊先生をゲストにお送りいたしました。またの機会をお願いします。先生、ありがとうございました。あ、いいですか。失礼します。手上げろ。表のシャッター閉めろ。何閉めろ、この野郎。おですか。北の銀行を撃ち出したんですか。実は強盗がありまして、拳銃を持って金庫の扉を開けろとわめてるんです。大至急お願いします。強盗はどこですか。あちらなんですが、金庫の扉を開けろとわめてるんです。開けろ、開けろ、この野郎てめえ。開けてきゃってめえ、この野郎。うんこすんぞ。開けろー、吐くぞ、この野郎。姉たち、これですとね、4000ですね。お客さん、これ支柱だ。銀行開けろ。開けねえか、この野郎。おめえの銀行にはな、恨みがあんだ。立ち立てろ。しろ。おい、例のもの持ってこい。はい。どうなるか分かるか。証文ですよ、これは。おい、どっちも大丈夫だろうな。
この道30年のプロですから。はい。針金。父さんは針金の太刀と呼ばれ、針金一本ありゃどこの金庫でも一発でさ。1枚ずつ引っ張り出すんですわ。はいはい。竜はまだ今来ると思いますけども、あの竜って男大丈夫なんだろうな。大丈夫ですよ。鍵開けの竜といってこの道40年のプロですから。どんな鍵でも開けるか任しといてください。この金庫の鍵はどうだ。1分とかからないでしょうね。どうか。はい。遅いな。竜だ。おい、鍵開けてくれ。鍵みたいなことはねえでしょうね。あっしはプロです。よろしくお願いします。前と違うな。変わってます。これなら大丈夫です。開け。
1、2、2だ。2だ。そうだ。2だ。やばいという声だ。どうやって？こっちです。これで。1、2、3、4、5。どうだ？5で来やがった。これ、度胸の上やらたらいかに。基盤取って、はい、ケンちゃん、お水ちょうだい。はい、エレキ盤ありがとう。肩こってしょうがないのに、ね、入りましょうか、ママ。はい、ありがとう。それじゃ、これからミーティング始めますからね。はい、はい、とにかく今日は売り上げが悪いのよね。今週は全員ね、同伴日が2回、最低2回はノルマですからね。はい。それと沙織ちゃん。はい。あんた吉岡さんのテーブルに今日20分以上座ってなかった？はい。だって指輪買ってもらっちゃったんだもん。ちょっと見せてよ。それとかなちゃん。はい。あんた三宅さん、今日も現金じゃないんじゃない？はい。売りかけいくらいってんの？20万。あの人の会社危ないってことだし、早いとこしっかりと取っとかなきゃ、はい、ね、あんたがかぶんのよ。すいません。それと由美ちゃんも分かった？さっきの話しっかりしないと、はい、ね、もう今日みんな早くもう帰宅してください。バーやクラブの閉店後、よくこういったミーティングが行われてるわけなんですけども、まあママの苦労を少しでも軽くするためにですね、ホステスさんが自宅で学べるテレビ講座ホステスセミナー、ホステスさんはこのホステスセミナーを見て立派なプロのホステスさんになってください。ホステスの皆さん、そしてホステスを目指す皆さん、こんばんは。今日もホステスセミナーで一流ホステスとしての知識と教養を身につけましょう。お相手はいつもの通り
ホステス評論家の北野銀馬車先生です。北野先生、よろしくお願いいたします。北野銀馬車です。努力なき成功は水商売にはない、これは有名な銀座の姫のまま山口陽子さんの言葉ですが、今週もですね、ホステス手帳の21ページ開いていただきましょうか。先週に引き続きまして、誘われたら、これの2回目ですね。いつものように明美さんと吉岡君にやっていただきましょう。どうかね、今晩あたり店終わったら食事でも。まあ嬉しい、本気にしていいの？もちろんだよ、寿司屋でも行こうかな。そうね。はい、出ない。どうした？今日ね、田舎から母が上京して泊まってるの。それでね、早く帰らなきゃいけなかったんだわ。そうなの？残念だわ、せっかく誘っていただいたのに。この次はきっとね。そうね。はい、見事ですね。誘われたら、まあ誘われたらというコーナーですけども、要するにですね、断り方ですね。嫌なお客に誘われたらこうやって断ろうということですけども、まあいきなりですね、私行かないと言ってはいけませんですね。お客の気分を損ねますから、まず嬉しがりましょう。まあ嬉しい、本気にしていいの、この言葉です。相手はコロッと言ってしまいますね。でもこれは本当は行きたくないのにこれを言ってしまったんですから、断らなきゃいけません。その後に続けて、あ、行けない、母が来て泊まっているの、この間が非常に大切です。よろしいですか？まあ嬉しい、本気にしていいの、ああいけないと言ってしまったらですね、ああいけないを言うためにこれを言ってしまったというのがバレてしまいますから、ここでいかにもあと気がついた雰囲気が欲しいですね。それでまたこの間が長すぎてもいけません。まあ嬉しい、本気にしていいの、ああいけないまで1時間もかかってしまったらですね、なんだかよく分かりませんしね。その前にお客が帰ってしまうかも分かんないですから、この間が非常に難しい。漫才の間と同じようなもんでございましてですね、それはその場の雰囲気で自分の頭の中で考えていただいてですね、ああいけない、歯が来て止まっているの、この母が来て泊まっているの、これがあの要でございましてですね、母が病気で寝ているのとなってしまいますとですね、ずっと母と暮らしてるんじゃないかとバレてしまう。母が来て、偶然母が来て泊まっているんですから、よろしいですか？まあ他の理由もいろいろ考えられますけども、2月3月になりますとですね、弟がいることにして、弟の受験がいいですね。弟が8月に来て受験だとどこの学校を受けてるのかよく分かりませんから、またあの本社の皆さんで、あの猫とか犬、こういうものを飼っていて餌をあげないと死んでしまうような雰囲気を出してしまっても結構ですね。それでペットに餌をあげなきゃ、こういう感じが、あ、この子は優しい子なんだなという雰囲気も出してもいいです。だけどもペットも種類がございまして、大体ホステスさんだったらですね、チワワとかですね、まあ猫ですとか、非常に可愛いもの、よく間違えちゃってアナコンダだとかですね、アフリカライオンだとか、わけのわかんないもの出して、どういう怪獣一家じゃないかと思われてしまったらいけません。よろしいですか？そういうことを考えてですね、歯が来て止まっているの、弟の受験で、そんなような感じもいいですね。そしてここで相手はかなりしょげ返っております。しょげ返ってそれをフォローするために、この次はきっとねとね、きっとねなんて言うとですね、よくわかりません。ゲームセンターへ遊びに行くような感じがありますから、食事ですから、きっとね、愛情を込めてこのねを強く言っていただきたい。よろしいですか？そういうわけではないですね、まあ嬉しい、本気にしていいの、あ、いけない、母が来て止まってるの、この次はきっとねと、この3つですが、今日も、生徒さん方来ておりますんで、一人一人ですね、順を追ってやってみましょう。まずこちらの方から参りましょうか。はい、お名前は？はい、沙織です。あ、沙織さん、はい、まあ嬉しい、本気にしていいの、まあ嬉しい、本気にしていいの、いいですね。その初めて見るところがですね、ちょっとちゃめっ気がいていいですよ。あまりそれをやりすぎると、あの松田聖子ちゃんみたいにわざとらしくなっていると思いますね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。さあ2番目の方、お名前？由美です。由美さん、よくある名前ですね。はい、あ、いけない、母が来て止まっている、はい、あ、いけない、母が来て止まってるの、うん、まあまあですね、あなたの場合は結構なんですけども、あ、いけない、母が来て、これいけない母と言ってしまいますとですね、お母さんが無所帰りになってしまいますから、あ、いけない母が来てるって言うと、なんかすごい悪い母が来てるような感じがしますけど、あなたの場合は結構です。非常によろしいですね。はい、3週目ですね、今週がね。はい、3週目になりますと、かなりになってしまうんだ。それでは、最後の方ですか、はい、お名前を。かなです。かなさん、はい、銀座の方ですか。はい。あ、そうですか。はい、この次はきっと、ね、はい、はい。この次はきっと、なんか感じがノーパン喫茶という感じがしないんですね。もうちょっとクラブですから、はい、今週初めてだったんですね。はい、そういうわけでございまして、テレビご覧の皆さんもご一緒にやってみましょう。まあ嬉しい、本気にしていいの、はい、どうぞ。はい、それでは次は、あ、いけない、歯が来て止まっているの、はい、よくできました。それではこの次はきっとね、
はい、結構です。こういうことはですね、頭で覚えるというよりも体で覚えていただくという、うち帰って、どんな状態でもですね、常に言葉がポッポと出てしまうようにですね、普段からの心がけが大切です。それでは実習その2参りましょう。嬉しいわ、吉岡さんにお食事に誘っていただけるなんて。いやお腹空いてるんだろう、何でも好きなもの頼みなさいよ。私、はい、ウニでしょ、それからアワビでしょ、はい、アワビ踊りと、それから大トロをね、お刺身にしてくれる、はい、刺身だね、それから、ね、タイのね、牛塩汁ある、ちょっと、そんなに一度に食べられないんだよ、お腹空いちゃって、よく食べる子だあ、そういえばリエちゃん遅いわね、どうしたのかしら、誰、リエちゃん、あ、最近ね、お店に入った若い子で、私が可愛がってるの、お腹空いてるって言うから誘っちゃったの、遅くなりまして。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。リエちゃん。はじめまして。わあ、お姉さんの恋人ってこの人ですか？いえ、恋人なんてさ。私も吉岡さんみたいな恋人欲しいな。口がうまいね、この子。お腹空いてるでしょ？はい、いただきなさい。はい。いただきます。何いただく？お酒弱そうだね。なんちゃって。強いのよ。いただきます。はい、次はお寿司屋さんにて、入ってですね、まず肝心なのは安いものを頼まないことね、お客さんのことを考えてるから安いものを頼んだ、そういうのは良くないんです。自分の価値を下げてしまう。とにかく、生ウニとかアワビ、いくらかずのこ、めったに口に入れたことがないもの、これを一気に人の金で食ってしまおうという、そして栄養をつけてしまう。いや、それでいくらお腹が減ってるからですね、いきなりネギトロとか豪快な名前を出していけません。ネギトロ納豆巻き2本ずつなんて言うとですね、相手がドキッとしますから。そして店の若い女の子を一緒に誘う。二人気になってしまってですね、逃げられなくなる場合もありますし、またその若い子を連れて行ってですね、お客さんを褒め上げてしまう。例えば先ほどのように若い子が入ってきてですね、あれ、この方がお姉さんの彼氏なの、何か言われてますので、いかにもホステスさんがその若い子にですね、あのお客さんと付き合ってるってことを陰ながら言ってるっていうことをですね、お客に知らしめるという、こういう感じがしますね。このお客はこの若い子もどうにかしてしまおうかなんて気をさせてしまうという新しいテクニックがありますね。ここまでいい気持ちにさしといて、さて逃げ方ですね。逃げ方は自分が酔うんじゃなくて、この若い子を徹底でぐでんぐでんに酔わせてしまいます。そしてこの若い子が心配だから私を送っていく、そのお客さんも一緒に送っていくなんて言い出しましたらって、うちに泊めてしまうね。いくら涼しいお客さんでもですね、女が二人寝てるところはですね、自分も泊まっていくなんてことは絶対言いませんから、とにかくこの若い子を酔わして、この人を盾にして逃げてしまう、これが寿司屋のテクニックでございます。夜の谷間にひっそりと咲く一輪の花、そんなホステスのあなたから寄せられたおはがきにお答えするお便りコーナーです。さあ、今日もホステスのあなたからの質問に北野銀馬車先生がお答えくださいます。がんじがらめの見えない糸に今日も飛べない夜の蝶なんでございますけどもね、一つ、はい、どんなおはがきですか？今日は銀座ミニクラブ、チャイナドールのリカさんからいただきました。あ、チャイナドール、はい、はい。私は今のお店に勤めて8ヶ月になりますが、会話も上手でなく引っ込み思案でうまくお客様のお相手をする自信がありません。こんな私が一体どうしたら人気ホステスになれるのでしょうか？はい、そうですね、今のおはがきなんですけども、ホステスさんで会話が下手ってのはもう致命傷でございますけども、まあ今どこの店行ってもね、そんなホステスが多いですね。まず簡単な方法としましてはですね、要するに会話ができないっていうのはお互いの共通がないという、まあ一番いい方法はですね、相手に共通点がなかったら自分からその相談事を持ちかけてしまうね、たわいのない相談の方がいいですね。緑が雨が腹下したなんてつまんない。で会場が終わらないってしまってもいけないですから、たわいのない相談を持ちかけてですね、相手にですね、相談事を持ちかけて相手の意見を聞くっていう場合が一番簡単ですね。そしてですね、今日は、あとですね、ホステスさんがやってはいけないっていうのがありますね。例えば、そのウイスキーをかきます場合、最近はやたらこのチョコレートポッキーというのでこうかき回したがるホステスさんいますね。ただひたすらこうかき回して、これはチョコレートが嫌いな人もいますから、中によくかき回して舐めちゃうホステスさんのとこはやるっと、でまたかき回してなんかと汚いですよ、あくまでも汚い、こういうんで嫌がれてですね、ただ話に加わらずですね、ただひたすらこのようにですね、南京豆の殻入れをですね、このティッシュで作ってしまう。
ただそしてひたすらこう向いてですねこれに辛いってニコニコは自分で口の中に入れてしまうというね変なホステスさんもいらっしゃいますね。それからですね男のボーイフレンドの家にですね遊びに行く場合よくあのボーイフレンドだったらホステスさんだけと付き合ってる場合じゃない人もいますからね他に女がいるそういう場合よくトイレ入った後ですねこのようなティッシュをですねこのように三角形に折りたたんでしまうというその店の癖が出てしまう場合ありません、ね、そうすると後から来た女の子があ他に女がいるんだってバレてしまう男に非常に迷惑がかかるこういう場合もありますね。それからまたですね、お客さんがどうしても部屋に入れろとかですね止めろという場合、どうしようもない場合は一番いい方法としては、玄関にいきなりです自分の部屋の玄関にいきなりこういう靴ですねできたらこの辺がヒビ側がいいですね。そしてとんがってる、まあ、あの唐獅子株式会社に横山康が履いてたようなですねキンキングスと我々言ってるんですけどかかとの部分にですねこのヘリ止めというのが3個ぐらいついてるカチ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 歩くやつこれやつを玄関に置いとくとかですねまたはその壁際にですねこのようなスーツですね蛇側のベルトそして、この梶原一騎のようなですねスカーフそしてこのヤクザ前とした大橋巨泉のようなネクタイそして田舎の渡り哲也みたいなサングラスこんなのをかけておくとですねあ男がいるんではないかとあ、入ってきた男が緊張してですね帰っていってしまうまたこれを見せてですね逆に逆アップ食らったってやつもいますからねこれよりもっとすごいのが来たなんかしてだからどうしたんだって言われた場合は素直にやらしなさいそういうわけでございましてですねまああの銀座いろんな店に我々も行きましたねドルフィンだとかサントノーレだとかくだらない店が何がドルフィンだとかまやこの野郎てめえなんかこの野郎何がサントノーレだこの野郎ね何がなんとかノーレっていう歌じゃねえんだバカ野郎ピロポンバカ野郎なんでヒロポンかと思ってバカ野郎なんでサートフラー3回出るからサートフラーって当たり前じゃねえかバカ野郎この野郎なんで結婚式の高砂御殿と変わってねえじゃねえかバカ野郎なんで姫か純子姫とおかみみたいな顔しやって何が純子だこの野郎昔の映画俳優じゃねえわけわかんねえんだてめえなんかこの野郎ルーレこの野郎何がうちはあのお金が安いだこの野郎金が安いからって入っていきなりカウンターの前に座らせんだバカ野郎この間なんかピアノの人で吉と二人で飲んだじゃねえかこの野郎何が三塁だこの野郎野球じゃねえんだバカ野郎三塁ベースじゃねえバカ野郎海外で今まで何百万もの使ったんだこの野郎一回ぐらいどうにかさせろバカ野郎お相手は北野それではまた来週までさよなら。お宅のな小学生仕込むってのか預かってるからあ何誘拐誰もいじゃねえか変な見ないだろうな警察なんか割にあ明日の夕方まで4000万持ってこいよ警察に言うんじゃねえぞこの野郎よ分かってんのか明日の夕方までに4000万だ4000万楽しくな言われの命ねえぞおい分かってんのかお前どこにいるだよろそんなこと言えるわけないじゃないか4000万だぞ警察に言うなよ何かあったんですかワイドスペシャルニュースの時間です。昨夜タクシーの中に置き忘れた現金小切手など630万円入りのボストンバッグが足立警察署に届けられましたが今朝その落とし主が現れ全額無事持ち主の手に戻りました。この大金を置き忘れたのは川崎市に住むスレート加工工場経営者の高田文明さん58歳です。高田さんは昨夜新宿から川崎の自宅に帰る途中タクシーの中に現金などが入ったボストンバッグを置き忘れたもので630万円は社員の給料に充てるためのものでした。この大金を届けた善意の正直運転手箱田善三さん56歳は高田さんから手渡されたお礼の現金60万円をその場で恵まれない子どもたちのためにと全額を福祉施設に寄付しました。この世知辛い世の中に爽やかな話題と足立区民の心を和ませています。どうも、今お聞き願ったのがですね、ごく普通のテレビ局にいるごく平凡なキャスターのセリフでございますね。普通のニュースを普通に言ってしまうというこれにですね、本音を加えるとどうなりますか、ニュースでも本音を加えるとこんなようなニュースになるんではないかということでこれを読んでいただきましょうかね。チキさんこれをちょっとすみませんこれを読みます。本音が入ってるやつですから。あ、そうです。お願いいたします。ニュースです。昨夜持ちきれない金630万円を今時珍しいボストンバッグに入れたままタクシーに置き忘れたバカが今朝になってのこのこ警察に現れました。このドジは
いいんですか。あ、結構ですよ、本音ですから。このドジは川崎の高賀スレート工場の経営者のくせに日頃からわしは社長だと言いまくっている高田文明さん58歳。いいのかなこれ。高田さんは貧乏人のくせ、貧乏人のくせにたまに持った現金のため気が大きくなり、慣れないタクシーに乗って上がってしまい、社員の給料を置き忘れたものです。この大金を拾ったのにわざわざ届けた上、お礼の60万円を寄付するというわざとらしい行為に出た運転手箱田善蔵さん56歳は、足立区民から56にもなっててめえの方がよっぽど恵まれてねえじゃねえかと完全にバカにされています。ニュース終わります。すごいこと言いましたね。しかし鈴木さん大丈夫ですか。いいんですかね。いや、あくまでも私の本音ということにしておきますから。これ鈴木さんの字ですね。どうも、再び本音北野です。先ほどご覧いただきましたようにですね、ニュースでは本音はあまり言わない。それと同じようにトーク番組でもですね、本当に本音を言わないですね、大して仲の良くない2人がですね現れまして、わざとらしくですねお互いを褒め合ったりなんか非常に腹立ちます。ということは本当に良くないですね。本音でやっていただきたいですね。では本音の入ったトークご覧いただきましょうか。まあいろいろと今日伺いたいことがあるんですけれども、最近随分こう活動の輪というか範囲を広げてらっしゃいますね。うん、まあやっぱりなんていうんですか、やれるときはやろうっていうだけでね。俺が天才だっての知らねえのかこの野郎。伊坂さんもやってるでしょ。いや私はまあ昔からまあいろんなことをやって、まあなんていうんですかね、どれかがその時の生活の糧になればいいと。どれが本業っていうのは関係ないんですか。役者さんでしょやっぱり。俺が役者だってことにこだわるね。なんか恨みがあんのか。でも役者やってましても、いろいろな方が役者をやってこう場を荒らしてくるというと変ですけれども、たけしさんは脅威ですよ僕にとっては。いやそんなことない。ただあるあれですもん、まあアルバイトみたいなもんですからね。アルバイトでやられちゃたまんないんだよ役者を。僕が羨ましいと思うのはキャラクターでしょ、個性というんですかね。それからやっぱり感性が。これだけ褒めときゃ。いやそれはいろいろと苦労が、それから私生活が充実してると。たく嫌味かこの野郎。高校生がどうしたって言うんだよ。いいじゃねえかこの野郎。大久保清なんてこれすぐできませんよ。やっぱり旅行なんかはあれでしょうね、伊坂さんなんか自分いろんなとこ行ってるでしょ。いや僕はあんまり大したこと行かないところは行ってないんですけど、なんか海が好きなんですか。ハワイとかね行きました。それは何回目ですか。ハワイいらして何回目。まあ4回目ですけどね。あそんなにいらしてるんですか。僕はね8回ぐらい行きました。いや聞かなきゃいいじゃねえかこの野郎。石田さんの仕事は役者さんということですか。やっぱりそうじゃない。もっと俺が役者かどうかってことこだわってる。俺しつこいね割と。声優っていうことはないんだ。同じですかね。声優ってなんかね、ちょっと物買いに行きたくなりますからね。だから顔が、顔面白いですね。いやいやありがとう。ギャグって気がつかなかったわ。あそうですか。大笑いしちゃった。俺の前でつまんねえ冗談言うんじゃないよ。どうだろう。顔が、いや伊坂さんの場合は顔が出なくて声だけの部分の出演がやたら多いような気がして。何かい？これ顔出しちゃいけないってのか声だけで。小林克也さんもいい声してますね。小林克也さん顔がねちょっと例えだとしたって難しいです。顔が、ね、もっと他にいるでしょ声のいい人とか。ナレーションの仕事が興味あります。いやーダメですないの。今日こういう写真をしたんですけども。いやこれは簡単にね。これが何年ぐらい前。これも8年ぐらいかそこらじゃないかなと思うんですけどね。8年、うん、それはやめてくれって言ったろこれやけ。ご自分でどうですか。ずいぶん変わったなという印象ありません。太りましたよね。痩せてましたよ、これこれ。スポーツマンタイプだったんですからね。どこがスポーツマンですよ。栄養失調じゃないのこれ。石坂さんのも、ね、あるんですよ。これはね、これはすごいですね。すごいですね。これはね、20年ぐらい前です。なんか見たことあるんですよね、この顔は。まずいよ。阪神の岡田ってことに気
がつかなきゃいいんだけど。なんかそのこと僕ですよ。タオ選手じゃないの、うん、藤山寛美そっくりなんだよな。岡田より悪いよ。まあ変わってませんね全然ほら。いやまあね。そっち8年こっち20年老け方ずっと少ないね。若い頃があったけれどいろいろな皆様のおかげで明日もまたにこやかに生きていこうというところで、それでは今日はどうも本当にありがとうございます。お帰りにお気をつけてね。貴重な時間すみません。僕の言う名前を出すから写真だって違うじゃないですか。出してそう言われたの僕のだってなんですから。あれじゃ岡田じゃないですか。まあ、僕らもなんだか分かりませんよ。誰ですか。全然単なる子供じゃないですか、ね、写真子供じゃないです。僕は最初あれなんとかしなくて他のいいです。だからあとは編集でやってもらいます。いいですよ。俺は見せ出してもらいますから。でずっと見とくと言いますか。面白かったですね。お食事？ビール？ビールもらおうか。はい。ちゃんと冷やしてありますからね。あ、そう。あー、疲れた。よいしょ。あなた、今日も一日ご苦労様。はい。帰るね。あ、お前飲まないか。あ、そうね、ちょっと出なくて。子供たち寝てんのか。ええ、今日ね、幼稚園でね、パパの似顔絵描いたと喜んでましたよ。それの似顔絵か。そうか、明日からまた頑張んなきゃな。お願いします。おはようございます。湯気の道教です。なんじゃって失礼いたしました、逆評論家の犬田ワンです。まあなんて言いますかね、今見ていただいた何の変哲もないホームドラマ、我々ギャグ好きにとってはですね、非常になんて言うんですか、ムラムラしますね。なんかギャグはないんじゃないかと。まあ要するに我々の商売っていうのはギャグを見つけ出す商売でございますから、例えばなんて言うんですか、あ、花がちょっと花がちょっとしぼんじゃいました。失礼しました。鼻じゃなくて背中かいちゃいましたけどね。あ、大丈夫ですね。これもギャグでございますけどね、要するにまあ今のホームドラマ、例えば街灯の下からですね、ずっと歩いてくるシーンがありましてですね、電話ボックスの前を通って、あのシーンだってギャグにしようと言えばですね、何パターンもできるわけで、まず最初の、挨拶代わりの3パターン見ていただきましょうか。今のはね、挨拶代わりでございまして大したギャグじゃないんですけども、まあコメディアンでもいろいろな性格の方がいらっしゃいましてね、まあこの人だったらこれはどうやるか。明石家さんま、これ臭いですけどもね、どうやるか見てください。
まあ思った通り臭かったですね。まあああいうことやるんです、あの人好きですからね。これをですね、千田光雄がやったらどうなるかちょっとわけわかりませんけどね、見ていただきましょうか。なはははははは、千田千田千田、困る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 、カリキラなお、コモーション。どうも、今度はですね、アパートの前のギャグでございますね。まあよくに扉がございますから、ただこれを開けるだけなんですけども、まあよくあるパターンでせこいやつだと自分の家を間違えるってパターンございますね。こちらこっちが自分の家なんで、あ、いけないなんていうこういう臭いギャグがありましてですね、ここにノブがついている。このノブをですね、いきなり引っ張ることなしにですね、ここにあるのにわざとらしくですね、あ、こっちかというこういう臭いギャグがございましてですね、あとはこれですね、ここ、うん、ここを押さないでこの辺を押してピンポン、こういう音が出てしまったりなんかするというね、これはもうあくまでも高価さんとのですね、提携でございますけどな。あとはですね、一番臭いというかまだ臭いのはこう開けまして、こういう自分の頭をわざとぶつけるというね、こういうのね、これはぶつかるわけないんですから、普通足がここにありますから足につっかえてしまう、それをわざと自分の頭をぶつけようと思って足を引いといてこういう形になってしまう、それでこうやるという、これで今のお客が笑うと勘違いしてしまうですね、世界コメディアンもよく言いますけども、私と様ですか、まあそうですね。あと考えられることとしては、こちらにピンポンになると向こうから人が出てきたりですね、しょうがないからこっちに行くと奥さんがこっちに映ってたりですね、後ろから来たりって、そのようなパターンで、別にドアの入り口っていうのは大したギャグはないんですけども、これがですね、大道具さんとか小道具さんの協力を得ましてですね、これを開けるとほらもう一つ中に同じドアがついてる、で思わずガンとぶつかってしまうというね、新しいですね。またですね、これがウォルトディズニーなんかになりますと、ここに壁があるのにこのドアを閉めたりなんかしますね、バッチンってはたまったり、また出てくるときにはイタッペラのような体になって、カタンと叩いてカタンカタンカタ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 ンってなんかトレンチを落としたみたいな音をつけたりなんかするという、そういう臭いパターンもありますね。またこのノブなんですけど、こう取ってパッといくとこう抜けてしまったりなんかして、もう抜けてしまってるのにこんなことやったらなんか辺りを見回したりなんかしてるんで、よく臭い芸がありますね。そしてこのドアなんですが、ノブが取れちゃったもんでどうしようって押したりなんかして、しょうがなくてどうなるのかなって、こうちょっと手を振るとこっち側からこういうふうにですね開いてしまったりなんかしますね。よくこれがなかなか開かなくてですね、思いっきりこうギャッてやると引き抜いて取るとアパート自体がずれるというですね、豪快なパターンもございますけど、この後ですね、お茶の間のシーンなんですが、森下愛子さんに教えずにですね、こっちで勝手にギャグをやってみましたんで、それでどういう反応するかちょっと見てみたいですね。はい、はい、あ、おかえりなさい。ずいぶん遅かったのね。あ、2つやだ、あなた、ね、会社でごたごたあったから、お風呂なさいます、それともビール、お食事、そうだな、ビールもらおうか、そう塩水もらおうか。え、塩水吐きそうなんだよ。ないのよ、塩水、お塩がなくてね。あ、そう、ビールでいいでしょ。あ、ごめんごめん、どうもおかしいんだな、取れちゃってるから。あ、疲れすぎね、ここにあるじゃない。あ、これ見えてるだろ。やだ、あれなんだ、いやあ、これ、あったあった、はい、あなた、今日も一日ご苦労様。ありがとう、はい、あ、いけない、あれ、あ、なんだダメだ、口こわ、あ、これか、お前も一杯どうだ。そうね、うん、いただこうかしら、うん、取れたかな、はい、はい、あ、これじゃない、あ、これ、あ、なんだ、いや、あ、いや、手回してくれ、あ、こっちか、こう思った方がいいんだな、はい、うん、はい、ありがとう。あ、これじゃない、こっちか、子供たち、どうした、死んだか、あ、ごめんごめん、寝たか、え、寝たか、寝てる、生きたままが、うん、どうしたよ、なんかあったのか、なんかありましたっけ、幼稚園で、あ、似顔絵、幼稚園でスワッピングでなんかアイマスク持って帰ったと違う、似顔絵をね、誰の、
パパの。パミのじゃねえのか。俺の似顔絵。そうやってんだ。喜んでましたよ。さあ、明日から一生懸命遊ぶぞ。やらなきゃ。さすが森下さん、我慢強いですね。普通 の、 あの役者さんだったら途中で投げ出すんですけども、最後まで耐えましたですね。まあ、今までやったギャグなんてのはね、どうってことないギャグでございましてですね、まあ、本当のギャグはまた違います。今度はですね、あの天才コメディアンのビートたけしさん、北野たけしさんでございますが、その方がですね、今と同じホームドラマの設定で、強烈なギャグをやってみます。ご期待ください。今日はありがとうございました。この番組を作ったあのスタッフの皆さん、たまにはですね、テレビで出さなきゃいけないんですね、紹介させていただきます。まずはですね、この方たち、構成作家の大岩翔介、高田文夫、萩山民夫。はい、ビッグの皆さんです。美術の皆さん、そして技術の皆さん、